台風19号は現在日本のはるか南に位置しており、大型で猛烈な勢力となっています。現在北寄りに時速10キロの速さで進んでおり、中心気圧は915ヘクトパスカル、最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルと、猛烈な勢力となって、日本に向かって進んでいる状況です。この後さらに北寄りに進んでいき、土曜日から日曜にかけて日本に最接近もしくは上陸する予想となっています。上陸した後の13日の朝3時のこのタイミングの予想では引き続き強い勢力となっています。最大風速も40メートル、最大瞬間風速は55メートルとなっています。この13日の朝3時のタイミングはすでに上陸した後となりますので、12日の夜、上陸する予想となっていますが、この上陸するタイミングでは最大風速45メートルと、非常に強い勢力で上陸する恐れもありそうです。この45メートルというのは、先月、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号、こちらと同等もしくはそれよりも強い勢力、さらに暴風域が東日本をすっぽりと覆うような台風15号よりも、暴風域が2倍から3倍ほど大きい、そういう大型の、台風19号が今週末上陸する恐れがあるため、厳重に警戒していただきたいなと思います。特に影響があるのが風と波です。風の予想を見ていただきたいと思います。現在も太平洋沿岸を中心にやや強まり始めている、こちらの風ですが、やはり明日以降台風が、接近するに伴って強まっていく予想となっています。特に台風の東側、こちらでは、関東など東日本中心に、特に強まる予想となっています。上陸時でも45メートルを超えるような、非常に強い風吹く恐れもあり、台風15号の時も、甚大な被害があった千葉県などを中心に、電柱が折れるですとか、また、石ですとか木の枝などそういうものが、破片が、弾丸のように飛んでくるような、ガラスが割れる恐れなどもあるので、厳重に警戒していただきたいなと思います。そして風だけではなく波に関しても厳重に警戒していただく必要がありそうです。こちら現在今日朝9時の波の予想です。すでに太平洋沿岸では、波が高まり始めている状況となっていますが、この後さらに波は高まる予想となっており、こちら明日の朝ではもうすでに太平洋沿岸では6メートルを超えて大しけとなりそうです。さらに時間を進めていき、台風が最接近するタイミング、あさっての土曜日になりますと、太平洋沿岸では10メートルを超えて猛烈なしけ、また台風の中心では15メートルを超えるような、普段経験することがないような、猛烈なしけとなりそうです。またこの台風の東側では、南からの風が吹くことによって吸い寄せ効果、そして台風の中心、低気圧、気圧が非常に下がるため吸い上げ効果もあって、高波の、心配もありそうです。またこの時期、14日が満月となって大潮となりそうです。このためこの3つの影響で特に東日本を中心に高波、そして、大波ですね、こちら影響が、懸念されます。沿岸部を中心に浸水被害など、発生する、恐れも十分にありますので、警戒していただきたいなと思います。